っとたくさん吹いていかないとこう聞き応えがない、なんだそんなことかよって思いがちなんですけれども、結構こういう曲って難しいんですよ。こんにちは、千葉達也です。本日も視聴者さんの演奏を僕が評価アドバイスさせていただきたいと思います。本日なんですけれども、ピュアウォーターさんっていう方がですね、テナーサックスでアニメの名作スペースコブラ、このスペースコブラのテーマソングコブラを演奏していただきました。実はこのコブラという曲ですね、作曲者が大野さんという方でして、これルパンの作曲もされている方なんですよね。ですので非常にサウンドが似てる部分もあったりしますので、そこも楽しんでいただけたらなと思います。それでは一緒に聴いていきましょう。いかがだったでしょうか。ピュアウォーターさんの演奏でコブラを聴いていきました。ピュアウォーターさん、演奏どうもありがとうございます。それでは早速僕の方から評価アドバイスさせていただきたいんですけど、まずこの演奏のいいところなんですけれども、ピュアウォーターさんの音色っていうのは非常に息がガツンと入ってるので、パワフルな演奏ですね。やっぱりこういう歌の中でもアップテンポの曲っていうのに聞き応えが非常にありました。サックスはですね、他の楽器に比べて割とこう音量が大きいアコースティック楽器なんですけれども、曲のジャンルによってはですね、もっとたくさん吹いていかないとこう聞き応えがない曲っていうのもあったりするわけなんですよね。その点ですね、ピュアウォーターさんの演奏にちょっと息が物足りないなっていう印象は全くなかったので、非常にですね、演奏に力強さを感じました。そしてもう一つのいいところなんですけれども、リズムにしっかり乗れてる。これ聞いた人からすると、なんだそんなことかよって思いがちなんですけれども、結構こういう曲って難しいんですよ。こういったですね、80年代とか90年代の曲っていうのは歌い方っていうのがそもそも今の時代とちょっと違ったりするんですよね。この時代の歌手の方っていうのはお腹から息を出す声量がある方っていうのが非常に多いんですね。それと同時にですね、演歌とはまたちょっと違うんですけれども、少し後乗りのリズムになったりするわけなんですよ。ピッチも下から上がってくるような歌い方だったりですね、あえてきっちりかっちり歌わないっていう歌い方が多いんですけれども、ピュアウォーターさんの演奏っていうのはリズムからわざと外してませんし、きっちりもしすぎてない、いいバランスが非常に取れてて、聴いてる側としてはですね、リズムに全く意識がいきませんでしたので、非常に楽しく聴くことができました。そうしましたら、ここからピュアウォーターさんへのアドバイスになるんですけども、まず一つ目、とにかく力でコントロールしようとしてるっていうのが演奏に全面で伝わります。例えばこんな感じ。はい、いかがでしょうか。今の部分はピュアウォーターさんの演奏で特に力っていうのは感じる部分なんですけれども、パワフルな演奏っていうのは大事なんですけれども、それがゆえちょっと音が苦しい感じになっちゃってるんですね。でですね、この演奏を一番最初に聞いた時ですね、この演奏を評価したらシリーズで一番最初に吹いてくださったフルトさん、この方と音の印象が結構似てるなと思ったんですよ。お二人ともですね、過度に力が入りすぎちゃって音がすごいこう苦しい感じがするんですよ。おそらくピュアウォーターさんもロングトーンなどの練習っていうのはたくさんされてると思うんですけれども、次はピアノを意識した練習っていうのもぜひしてみてはいかがでしょうか。音楽でよく使われる表現っていうのあるじゃないですか。表現っていうのはですね、結局対比なわけなんですよね。柔らかい演奏した後に硬い演奏してあげる、小さい演奏の後に大きい演奏をするみたいな形で、数分間の演奏の中で対比をしっかりつけてあげることによって曲の表情が豊かになりますので、ピュアウォーターさんも肩の力を抜いて優しい音を吹くっていう練習もぜひしてみてください。はい、そしてもう一つのアドバイスなんですけれども、一つ目のアドバイスに、ちょっと関連してくる、ことなんですけれども、曲のメロディーにもう少し曲線を意識してみてもいいんじゃないかなって思うんですね。ぜひ皆さん一度この曲の原曲聴いていただきたいんですけれども、ちょっと上に多分リンク貼ってると思います。この元の曲の歌い方っていうのが、バリラルラー、リラー、っていう感じにですね、
しっかりと歌の発声をしてるんですけれども、なんていうのかな、こう習字で曲線を書いたような綺麗なメロディーラインになってるんですね。もちろんサックスはドレミファソラシドって、まあ指がありますので、うーってこういきなり上がってきたりとかっていうのが自由自在にできるわけではないんですけれども、少し歌い方っていうものに曲線を意識してみるといいんじゃないかなって思います。先ほど少し触れました音量の面でもかなり曲線っていうのを音楽で表現することができますので、ピュアウォーターさんもぜひメロディーの曲線っていうものに意識してみてはいかがでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。ピュアウォーターさんのコブラの演奏に対して評価アドバイスさせていただきました。そうしましたらまた例によって僕もコブラを演奏していきたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。ということでいかがだったでしょうか。本日はピュアウォーターさんの演奏してくださいましたコブラについて僕が評価アドバイスさせていただきました。また僕も私も演奏の評価していただきたいっていう方がいらっしゃいましたら、僕の動画の URL にメールアドレス貼っておきますので、動画のデータもしくは URL 送っていただければなと思います。もちろん曲でなくても曲であってもロングトーンでもスケールでも何でも構いません。自分の演奏をより良くしたいっていう方がもしいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけたらなと思います。それでは本日の動画終了いたします。ありがとうございました。